本日はですね、寒いということで、皆さんとんでもない野原に来ております。ということで、本日はね、この野原で何をしていくかと言いますと、まあ俺の動画を見てる方ね、まあ小中学生、まあ高校生とかもいると思うんで、まあ、皆さん運動会とかね、体育祭っていうものがあると思うんですけど、それでさ、こうリレーというものがあるじゃないですか。でやっぱりリレーといったらね、自分がこう足の速いところを見せつけたいとか、徒競走とかでね1位になってかっこいい姿を見せたいとか、そういう気持ち皆さんあると思うんですけども、ということで本日はですね、ネットで調べた足が一瞬で速くなる方法、できる限りやります。まずは一旦普通に、50m 走って、その後に足が速くなる方法を全てこうなんか身につけた俺が走った時のタイムはどうなるのかっていうね、検証でございます。ということで、まずはね、準備していきましょう。さあ、ということで、この真冬の中、田中は今から走っていくところですけども、 50m を測るものが何もないため、おそらく 60m か 70m という距離になってしまったが、この距離を田中は今から走っていく。はい、ってことでね、今こんな感じで、走る服に着替えたということで、まずはね、今からこれの 50m のタイムを測っていきたいと思います。よし、行きましょう。 OK、 行きましょう。じゃあお願いします。はい、位置についてよーい、スタート。田中さん、何秒？今のタイム9秒76です。9秒76か。今の記録、何もなし状態で9秒76ということでね、次は足が速くなるのを大量につけてやっていきたいと思います。こちらでございます、輪ゴムです。これをですね、靴下を脱ぎますと、足に通して、その後8の字にして親指にかけると、この状態ですね。はい、ってことで、こんな感じで両足に、ゴムをつけます。ってことで、次はですね、こちらでございます。プチプチです。このプチプチをですね、こう四つ折りにするわけなんですよ。こんな感じで、そしたらこれを靴の中に入れます。もう片方も同じように四つ折りにしたプチプチを入れておきます。こんな感じです。はい、そしたらね、靴下を履かずにこのまま履きます。この感じ、よいしょ、履きます。 OK です。この後も田中からの説明があったのですが、あまりにも強風のため全く音声が聞こえず動画にならなかったので、今から画像を使って説明していきます。皆さん走るときは走ることに集中して顔が真剣な表情になってしまいますが、めちゃめちゃ笑顔にすることで全身の筋肉が緩和され、体を柔らかく動かすことができるそうです。ゴール手前で叫ぶことで体に力が入り勢いがつく、よってスピードアップ。そう、いわゆるこういうゴルフボール、ゴルフボールを両手で握ることでバランス力を保ち腕を速く振ることができる、よってスピードアップ。田中さん、結果出ました。どうだった？ただいまの記録、はい、9秒56。縮まった縮まった、 0.2 秒縮まった。はい、ってことで 0.2 秒縮まりました。皆さんももしよかったら、徒競走とかリレーの前にね、足のプチプチとか輪ゴムはバレないと思うんで、活用してみてはいかがでしょうか。オチがないので、はい。